ロガリ来るぞ。えー、JP ロガリ。What's good, Super Show Boy Ray? Ray です。俺たちの大好き JP がさ、 JP やっと来てくれた。 JP がドロップしたやつ、ね、いや俺ずっといつ出すのかなって見てて待ってたんだよ。僕待ってたんだよ。僕待ってましたよ。でこのタイトル見て俺ビビったのは、うん、バンクロールガリってもう知ってる？ベイブローガリっていうタグ使ってるさプロデューサーがいてさ、結構ガチのプロデューサー、もうすっげえ有名なアメリカのプロデューサー、ラーケルとかさ、あのリルナーとか、うん、ザ・ベイビーとかで一緒に曲作ってる人なんだけど、それがつい日本人のね、日本人のね、だからということは、俺はもう申し訳ないんだけど、俺はもうすげえ上がった、申し訳ないんだけどね、こっちはこっちはちょっとストップ申し訳ないんだけど、ということは日本のヒップホップが上がってることでしょ。そういうことなんだよ。でもまだその JP とかさ、そこら辺じゃん、あのバットマン、そこら辺しかまだ向こうと絡めてないから、ね、もっともっとみんなで上げたい。だから俺ら全力で頑張っても、もっと日本上げて、もうそういったポリサーズたちね、日本のねちっちゃいラッパでもね呼べるように、俺らそういうふうにしたいんです。それが僕の夢なんです。もういや結構すごいな、その俺もめっちゃ上がったもん。いやーそれ、えこれはもう、もう大々的にもニュースで流していいぐらいすごいから。そうだよ。しかもフィットアナーキーさんね。アナーキーね。アナーもうこれ熱いよこれ。いや熱いよ、まあ。とりあえず聞いてみるか。いやとりあえず聞いてみようぜ。とりあえず行こう。もう待ちきれないから行こう。Let's get into it. Let's get into it. 今日参加者がもう一回。Let's get into it. 毎日変わる。人生楽しむためのゲーム。目立ちすぎてたらごめん。ごめん。目立ちすぎてごめん。目立ちすぎてごめん。いや申し訳ないんだけど、いつもアポロとかでさ目立つんだよ。本当にごめん、本当に視聴者の人に。マジ目立ちすぎてごめん。ごめんなさい、本当に。本当にごめんね、本当に。いや申し訳ない。まあ、そういう申し訳ない。あ、そういうことだ。そうだよ。目立ちすぎてごめん。ごめん、申し訳ない。申し訳ない。そう。あ、申し訳ない。そういう、俺メイブログ見てるとこだ。そうだよ。申し訳ないんだよね。うん。いやちょっとめちゃくちゃだったね。だいぶいいよ。だいぶいいよ。人生楽しむためのゲーム。目立ちすぎてたらごめん。ごめん。申し訳ない。申し訳ない。いやー、JP、こっから来るぞ。JP、ロンガリ。このフィッチングやばいな。このタグ。やばい、あの、その本物のポリスの声入っただけでも、いや、やばいよ、これ。これで上がったやつ、何人いるか、ちょっとコメント教えてほしい。教えてほしい。俺、これ見た瞬間、もう、やばかった。やばいよ。もう。ちょっとさっきのさ、声入った時、マジかっこいいな、おじさんの声。ベイ・ローガリ。ベイ・ローガリ。What the fuck? やばい。熱いよ、これ。これ、全員チェックしてほしい、みんなチェックしてほしい。仲間と家族大事的なやつは先がね、real shit, deep shit、 こういうことになってくるんだよ。やっぱりそのさ、家族とか仲間を大事にしないやつはさ先がねえんだよ。本当そういうことなんだよ。ちょっと暗いすぎて寝てるんだよ。いやもう何にもできない。え、マジでそういうことだよ。 俺が今日持ってきた力が全部一気にゼロになったから取られたよね。もう終わりで、あと死ぬだけだよ。あとは死ぬだけだよ、本当に。次の流行りは多分それだよね。あとは死ぬだけっていう俺たちの流行ってる言葉があって、みんなぜひ使ってください、お願いします。いや、かなりやってくれてますよ、JP。 いやー、もうかましてるよ、もう JP。 JP のこの曲を聴いたベンクロールも、あ、日本やばいなって思って、思ってるし、日本やばいなって。やっぱね、ヒップホップって言語関係ないんだよ。そう、関係ない。才能持ってる人は誰でも分かる。誰でも分かる。音で、音だけで分かるよね。いや、日本代表だからね、JP は。いやー、ラップで稼いだ金で好きな時に台が落ちりまる。仲間が
やつは多分先が仲間を照らすことだしできないやつってダメだよ、さっき思いついたやつで、うん、いやー俺仲間大事にしてるよ、結構してるね、だいぶもう本当に俺人間が好きだから、そうだね、本当にそうそうそう、家族もそうだし仲間も結構大事にしてるから、お前やっぱりそれがお前で一番いいところだ、そうやっぱみんなもやっぱり、ね、仲間は大事にしてる、大事にしてる、例えば有名になっても、うん、みんな仲間に大事しないと、そうなんだよな、JP The Baby もさ今有名じゃん、うん、でもさ多分始めた時とメンバーがほぼほぼ変わってないじゃん、確かに DVD が見れば分かるけどさ、うん、同じ人ばっかりじゃん、そうだよな、だから本当仲間大事にした方がいいんだよ、いやまあそれレイブログが言うってなってると思うよお前本当だよ、お前が言うねお前レイブログ、お前それお前が言うねって待ってる、いや言っていいよコメントで言ったわよ、お前が言うねいや待って俺大事してんだよ、俺一人で頑張ってきたから全部、まあ、そうだよ、手にできるやつは多分先がない、手を出がらずに見張れよ、ラブに恥ずかしまけ、ビートが変わってるね、いきなり、いやこうビートチェンジってさ、あの日本の曲あんまないじゃん、あそうだよね、結構さ、うん、US だと多いけど日本あんまないから結構なんか新鮮フレッシュだよね、ウーバーウーバーエンドセンス、もうなんか急に変わったからね、ウーバーエンドセンス、バカ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 、ウーバーエンドセンス、ウーバーエンドセンス、叶えるぜんぜん、バビーチャピスティバッバッ、低音で割る目Shoulder cover by the wall, the fully gone. Chewy cocks get a fully gone. Enjoyin' all the chew, yeah, yeah. 車で外繰り出す。Hiding in the ghost, 見て集中してく flow. 日本から世界飛ぶもっと特報。目指して集中もっと真似ないよ。熱くてごめんなさい、Yeah, gotta so stay. Yeah, yeah. やれよ。さ、俺が感じてる人ともみんな人とも感じてるのかな、お前もそうだけどさ、どんな気持ちでこれお前聞いてるの、俺知りたい、俺すげえ、俺はもう嬉しいもん、待って、ほんと嬉しいもん、バンクロールとチェックだから、俺が見たいのは日本のアーティストと US のビートメーカーじゃないんだけど、うん、US で活動してた日本の、うん、あのビートメーカー、あベネベイビーとフリーダイナスティは絶対相性いいから、うん、あれ絶対熱いし、絶対作ってほしい、なんかいやベネベイ、俺ベネベイだったら自分から行くもん、DM 送れ、えすいません、ちょっとお願いしますって、ああ、ね、分かる、自分から自ら、どういうことだから、カメラだから、だから一回もう一回説明してるよ、あの俺ベネベイビーだったら自分からそのああビートメーカーにメール送る、あベネベイビーでね、そう絶対相性いいじゃん、あれ絶対いいよ、確実にやった方がいいよ、ガラソースガラソース、やれよ自由に逃げてやっぱいいな、いいな、やれよ自由に逃げてやっぱいいな、またニューシューズ履いてすぐ外に出る、街歩けば仲間がすぐ寝る道、感謝する星の宿手に入る上しか見れないから目が割れた bitch、 やれよ自由に逃げてやっぱいいな、このいいながいいになるんだよ、このいいなが、このいいながいいになるんだよ、分かる、語ってみて、だからこの誰がとかいいなって俺いいに変えちゃうんだよ、レイブロゲ出ていいなじゃなくてレイブロゲ出ていいねっていう、分かる、いいねなんだよ、そうだからなおねに変えていいないいねにする、レイブロゲ毎日やってていいなじゃなくていいねみたいな感じ、でもこのねがね変わってくるんだよ、なんかじゃあこれねなんだよ、そこはそう、だって難しいよ、お前俺もどう返していいか分かんない、そうなったら来るよ、だから言ったらそうなったら来るよ、めっちゃ困らせるじゃん、だからそうなったら来るよ、そうなってきますよ、うん、いいなぁ、すぐ寝る道、感謝する星もすぐ手に入る、上しか見れなかった目が割れた別、 Yeah 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 Yeah、 やれよ自由に逃げてやっぱいいないいなぁ、自由に逃げてやっぱいいな、泣きの目が出たよ、泣きの目、泣きの目、泣きの目、ちょっと怖い、やばいでしょ、やばいでしょ今の、泣きの目、怖い、めっちゃ入りよかった今の、いや入りよ、もう俺の番だぞみたいな、泣きの目、
お前か。いいかね、いいかね、お前今日いいかね、いいかね、お前今日調子いいじゃん。調子だいぶ調子いい。今日じゃあ穴開けにちょっと一言お願いします。いやれよ自由に逃げて、やっぱいいな。やれよ自由に逃げて、やっぱいいな。あなたの目が黒いうちは無理だ。じゃあ口が過ぎる、やれうちが触れげる、もううちは無理だ。だってアナウンサーって面白いんだけど、面白いんだけど、アナウンサーってなんか日本のなんかスヌープドッグみたいな感じじゃないでしょ。日本なんかそうそうらしいよ。でもなんか結構もうなんていうんだろう、キングみたいな感じ。そう、キングがそれ日本のスヌープドッグみたいな。だからそこ入れたらもう分かるってこと分かるでしょ。スヌープドッグ入ったらもう決まるんだよ。だからあ決まるんだ、ね、そうなってもうそうなってますよ。もう入りがさ、うわあの時がやってきたぞみたいな感じ。彼多分さ結構 OG じゃん。でもその力技って感じじゃない。あ声声量半端ない。半端ねえ。あなあの時が来たぞ。あの企画さえ好きです。いやもう力技がやばいよ本当に。声量半端ない。やっぱビートも熱いからやっぱそんぐらい入んないと。やっぱ自信あるやつってさ声でかいじゃん。そうだね。あのナキみたいな、もういいね。ごめんごめん。やれよ自由に逃げて、やっぱいい。あナキの目が暗い、うちは無理で、気は口が過ぎる、前うちなくれげんぐ、もううちはもめ、金のカルギエ、助からね相手はあるかもね。いいよ。夢を諦めて死にやがる、生きるやつは生きに生きて死ぬ。やれよ自由に逃げてやばいな。もう一回やろう。やれよ自由に逃げてやばいな。俺は俺のまま全部手に入れる、夢を諦めて死にやがる。いや穴開き声量すごくね。やばいな。いや半端ないでしょ。ヤックが最後のやばいいな。いや穴開きとさ、いい、ね、JP ザ・ベビーってさ全然違うよ。違うんだけど、でもちゃんとなんかちゃんとあってあねマッチで。いや本当にもうコミュニケーション俺めっちゃ好きだわ。ビートも全部、めっちゃ、ね、全部いい感じだし。俺さなんか普段さ、うん、お前ごますってんのかみたいなってるかもしれないけど、うん、これはもうだって思う。俺は別にね、みんなコメントが言うかもしれないけど、申し訳ないんだけど、俺は別に好きだから、うん、本当に聞いて幸せなんだよ。幸せ。ただ単にそれを聞いて話してるだけであって、そうそう、別になんか高齢ごまかすの全くない。動画では全部見れば分かるから、同じテンションだし、お互いに。そうね。いやもうひどい動画めちゃめちゃ言っちゃってるから。いやまあそこは別にそこはいい。それもナチュラル。そこは俺は別に俺らの自然体だから、ね、それも。みんなに受けてもらうしかないサポートしてね。ということでね、 JP The Baby と穴開きのこの曲をみんなチェックしてほしいのと、俺たちのインスタグラムとか、ね、TikTok とかもやってるんで、チャンネル登録とかもよろしくお願いします。お願いします。あとね、はい、コメント欄に、まあ、次聴いてほしい曲とかあったら、はい、みんなドロップしてよ。みんなドロップしてよ。俺もう投稿頻度バンバン上げたいから。もう俺らもう申し訳ないけど、来月からもう週3回でいきますから、みんな本当に言っちゃう。まあいい、もう言っちゃう。まあもう言っちゃうけど、もうバンバンもうね、バンバン言う。ネタが欲しいから、そう、みんなバンバン、みんなバンバン言ってくれれば、俺らもやるからさ。そうだよ、もう、そう、もうやるしかねえ、うん、もうやるしかねえ。レイブローグ。まあそういうことでみんな、はい、お願いしますということで、はい、ピースアウト、ピースアウト。ということでね、まあ US のラップとか興味ある人はベンジャミンズハウスっていうウェブサイトがあるので、概要欄に載っけとくから、みんなぜひチェックしてください。お願いします。ということでピースアウト。